コイントス確率論や統計学において、核思考における成功の確率が1、2である一連の独立したベルヌーイ思考を比喩的に公正なコインと呼ぶ。確率が1、2ではないものは偏ったコインまたは不正なコインと呼ばれる。理論的研究では多くの場合、公正なコインとして理想的なコインによるコイントスを仮定する。数学者。 ジョニー・エドモンド・ケリックは、不正なコインによる、コイントスを何度も繰り返す実験を行った。彼は、クラウン銀貨程度の大きさの木製のディスクの、片面のみ鉛でコーティングされたコインを使用し、1000回中679回が、表になった。この実験では、コインを曲げた人差し指の上に乗せて、親指で弾き飛ばし、約1フィートの高さを落下する間に、空中で回転させ、 テーブルの上に平らに広げられた布に着地させた。物理学者、エドウィン・トンプソン・ジェーンズは、投げたコインをバウンドさせずに手でキャッチした場合、コインの物理的バイアスは、トスの方法と比較して重要ではなく、十分に練習すれば100%の確率でコインを手の上に着地させることができると主張した。コインが構成であるかどうかを確認する問題は、 統計を教える上で確立された教育ツールである。コイントスの確立的、統計的特性は入門書でも専門的な教科書でも例としてよく使用されるが、これはコインが構成、または理想的なものであるという過程に基づいている。例えば、ウィリアム・フェラーはこの過程に基づいて、 ランダムウォークの概念を導入し、シーケンス内の同一値の連続の特性を調べることによる一連の観測内の均一性の検定を開発した。後者はワルド・ウォルフォビッツ連検定につながる。公正なコインを投げた結果からなる時系列はベルヌーイカ定と呼ばれる。片側が出やすいように加工したコインを使用した場合でもゲームのルールを変えることで そのコインから公正な結果を得ることができる。ジョン・ホンノイマンは次の手順を示した。コインを2回とすする。2回の結果が一致する場合は、両方の結果を破棄し、最初からやり直す。2回の結果が一致しない場合は、1回目の結果を採用する。この方法により結果が公正になる理由は、2回の思考において確率の偏りが変わらず、 それぞれの思考が独立しているため、表の後に裏が出る確率と裏の後に表が出る確率が必ず同じになるからである。二回とも標、または裏となった事象を除外することにより、同じ確率を持つ残りの二つの結果のみが残る。この手順は、思考の後に後続の思考の確率の偏りが変わらない場合、つまり、 点円性のないコインを使用した場合のみ機能する。また、この手順は適切に2回ずつトスを行った場合にのみ機能する。例えば、2回目のトスの結果を次のトスのペアの1回目として再利用すると公平性が損なわれる可能性がある。加えて、片方の面の出る確率が極端に低いコインでも、公正な結果は得られない。この方法は、 コイントスの回数を4回に拡張することもできる。つまり、1回目、2回目の結果が一致し、3回目、4回目の結果が一致しなかった場合、1回目のトスの結果を採用する。これは、表表裏と裏裏表表の発生する確率が等しいためである。この考え方は2の類状階に拡張できる。ケリッチ。 ジョン・エドマンド・アン・エクスペリメンタル・イントロダクション・ツー・ザ・セオリー・オブ・プロバビリティ・イ・ーモンクスガード・ HTTPS ・アーカイブ・ ORG ・ディテールズ・エクスペリマンティリント・アレーレー・ケルハット・ジェインズ・ ET ・プロバビリティ・セオリー・ザ・ロジック・オブ・サイエンス・ケンブリッジ・ UK ・ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス・ p 三百十八。 ISBN 9兆7805億2159万2710オリジナルの2002年2月5日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 2 0 5 1 3 4 7 2 0 h t t p b a t e w u s t l e d u e t j p r o b h t m l h a t f e t t e r w m i n t r o d u c t i o n to probability theory and It's Applications, Byly, ISBN 9780471257080, フォンロイマンジョン ?Various Techniques Used in Connection with Random Digit, National Bureau of Standards Applied Mass Series 12, 36ありがとうございます。